ういうのってある意味最大のコミュニケーションだなと思いますけどね。息が合ってないとできるものじゃないじゃないですか。全てのものが信頼関係がないとできないから、そこにあるなんかみんなのつながりみたいなのがよく見えるなと思いました、ね、やっぱすごいものはすごいっすよ。理屈じゃないっすよね。小栗さんが出会ったのは世界中から集まったアーティストたち。驚異の技にも挑戦しました。難しい。 Don't let things I do like 15 years。 コルテオの舞台にはいくつもの秘密があります。ここにはシルクドソレイユに憧れ認められた一人の日本人がいました。その長く険しかった道のり。初めてこっちに来て洗濯機の使い方すら分かんなくて、もう挨拶ハローぐらいしか言えなくて、その時はもう本当泣きそうでしたね。部屋にこもってて。これ混ぜてもらっていいですか。はい。小栗さんの意外な横顔も。なんで料理してるんでしょうね。小栗さんの旅はさまざまな人生を巡る旅。その人はサーカスこそが私の人生だと言い切ります。 I think every show it's a new energy and you have to find that.Do something on stage to inspire other people. That for me is performing art. Something that affected me emotionally because it was so brilliantly or beautifully done. 大胆にして繊細。肉体をアートへと昇華するサーカスの魂に触れた時、役者小栗旬、彼の心が震えました。カナダの首都オタワ。3年前モントリオールで幕を開けて以来世界を巡ってきたシルク・ドソレイユの舞台。